ダブルダッチダブルダッチは2本の縄を使って飛ぶ縄飛び。向かい合ったターナーと呼ばれる2人の回しでが2本の縄を内側に回し、その中でジャンパーが技を交えながら飛ぶ。17世紀にニューアムステルダムに入植したオランダ人によってアメリカに伝えられた。1970年代、ニューヨークのスラム街で少年飛行が横行する中、それに歯止めをかけるため、 ある警察官がダブルダッチをルール化し広めた。愛好者は5万人を数える。競技種目には規定、スピード、フリースタイル、フュージョンの4種類がある。2007年1月15日にはアメリカの祝日、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアデーを記念し、Google のホームページのロゴが黒人と白人の子供がダブルダッチをして遊ぶデザインとなった。 日本では1996年に日本ダブルダッチ協会が発足。2009年、特定非営利活動法人日本ダブルダッチ協会に組織変更。世界大会では、日本人が小学生から社会人まで幅の広い年代と各種目で、毎年優勝や上位を独占するなどの快挙を成し遂げている。この他、ギネス記録を持つチームもある。 競技結果、ダブルダッチチーム、ジアナギネス記録更新、ダブルダッチサークル。聖徳大学児童学部の学生が、ダブルダッチで、世界3連覇アスリートを支援するカレーに宙返り、ジャンプダブルダッチのプロチームが、川崎市立小法門夢先生の紹介。ダブルダッチ世界大会で優勝世界大会に向けて、練習に励むマイソロジーのメンバーたちはと、 アルトタイプ、ダブルダッチのギネス世界記録を更新。ダブルダッチ世界大会、日本勢が上を独占 NY で、ダブルダッチ世界大会日本人が、表彰台独占、モーストコンセキューティブダブルダッチ、スタイルスキップス、ギネスワールドレコーズ。ありがとうございます。